とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、ゼルダ無双やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、全キャラが、レベルマックスまでなりましたので、ご紹介です。リンク、ゼルダ、インパ、20ですね。体験版では、レベル20が、マックスとなってます。で、本編に入ると、99まで、行くかな。うん、おそらく行くと思います。で、ハートも、まだまだ増えるね。あと倍は増えると思いますし、攻撃方法ですね。今これぐらいの攻撃方法なんだけども、あとね、5、6段階は、上がるんじゃない？うん、リンクにしても、ま、インパにしても、ま、ゼルダなんて、3つなんですよ。3段階しかないので、あと4段階、5段階ぐらいは、上がると思うんだけどな。うん。まあ、一章までしかね、体験版はできないので。とりあえず、上げれるところまで上げていきたいと思います。あとは武器だね。武器を上げていけば、まあ、体験版は完璧かな。プラスっていうのが、ごく稀に出るっぽいんですよ。プラス。そのプラスをね、できるだけ、もう極限まで、発売まではね、貯めていきたいと思います。で、俺がね、レベル上げをした場所っていうのが、ここです。爆発物取扱注意。ここがめちゃくちゃ簡単で、レベルもサクサク上がりました。うん、全員20まで5時間かからないぐらいでいけたので、うん、ここおすすめです。まあ、行ってみましょう。それでは、ステージやっていきましょう。ここはね、ステージの名前通り、爆弾がめちゃくちゃあるんですよ。爆弾があるので、それをうまいこと起爆していけば、簡単に倒していけます。はい、モリブリンおいで。こんぐらいでいいか？うん。うまいことやっていけばね、全然ダメージも受けずに倒していくことが可能ですね。せいー！レベルも上がりやすいし、サクッと倒せるので、いいですね。うん。時間も全然かかんないし。よし。おっと、避けられたけど全然大丈夫か？うん。で、このなんだ、数をね、爆弾で消していけるので、楽しいですよ。うん。ただ武器はそんなに出ないかな。武器はそこまで出ません。なので、武器を集めたいときは、ちょっと別のところがいいかな。はい、モリブリにおいで。よし。あ、で、俺がね、難易度は、よし。ベリーハードでやってます。ベリーハード。ベリーハードが、まあ、攻撃力は高いよ。ノーマルの、どんぐらいだろう。3倍ぐらいの攻撃力があるかな。で、ちょっとダメージを受けちゃうと、まずい感じなんですけども、まあ、全然、今のところはいけるかな。うん。それぐらい、ちょっとスリルがある感じでやった方が面白いので。うん。で、敵の HP はね、そんな変わんないです。HP は、どんぐらいだろう。ノーマルの 1.5 倍ぐらい。うん。大して変わんないんで、まあ、全然ベリーハードでもいいと思います。プレイするのは皆さん。よっしゃあ、はい。ここね、早い時は、どんぐらいだ？よし。うまくいけば、2分以内でいきますね。1分50何秒とかでクリアすることができるので、まあ自分の中でね、ちょっとタイムアタックも兼ねてやってます。よし。この2体を倒して、終わり。あー、ミスった。全然ダメだ。全然ダメ。はい。あら、おい。今回遅いわ。全然遅い。どこいる？あー、そこか。よし。これで終わりだね。はい。さあ、何分だ？
2分後半ぐらいな気がするな。途中までちょっと調子が良かったんですけどね。2分40秒。遅め。遅めです。まあ、これぐらいよりももうちょっと早く倒せて、経験値美味しいので、ここ周回するとなかなかいい感じですよ。はい、ということで、今日は体験版のゼルダ無双が、全員レベル20になったっていうことでお知らせです。あとは、武器だね。武器も、まあ、あとちょっとすればレベル20でマックスになるんですけども、このプラス5っていうのが気になるんだよね。うん、いつの間にかプラス5っていう風になってたので、もしかすると、武器にプラス値がついてるのかもしれない。それを合成して、これが上がっていくのかな？うん。まあちょっと武器もね、いい感じに上げていきたいと思います。はい。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいやー